テレビ朝日ホールディングステレビ朝日テイクシステムズテイクシステムズが所在していたアーク放送センター株式会社テイクシステムズはテレビ技術を専門とする技術プロダクションテレビ朝日の完全子会社であるテレビ朝日テレビ朝日映像引っ放しの出資により1985年7月29日設立当時の全国朝日放送が テレビ朝日アーク放送センターを開設する前後に設立された放送技術プロダクション。同時に当時のテレビ朝日六本木センターの第1.23.4スタジオの管理運営を担当していた。創立当初からテレビ朝日、引っ放し、テレビ朝日映像などからの出向、専門職委託のスタッフによって技術力を上げる。2004年8月、アークヒルズマイ。 アーク放送センターの ABC の3つのスタジオの管理、運営をテレビ朝日から譲り受けた。テレビ朝日とは人事交流を活発化させていたが、2011年3月、テレビ朝日が株式をすべて買い取り、100%完全子会社化した。同社の子会社化を機に、スタジオ管理業務から撤退し、映像プロダクション機能に特化。アークヒルズのスタジオは、 テレビ朝日専用に戻されている。2013年10月21日より本社をアーク放送センターから EX タワーに移転した。ニュース、報道1985年7月から1989年12月1990年代2000年代2010年代、情報。 ワイドショー1985年7月から1989年12月1990年代2000年代2010年代スポーツ1985年7月から1989年12月1990年代2000年代2010年代バラエティ1985年7月から1989年12月1990年代2000年代2010年代2020年代クイズ 1985年7月から1989年12月1990年代2000年代2010年代音楽1985年7月から1989年12月1990年代2000年代2010年代トーク 料理1985年7月から1989年12月1990年代2000年代2010年代ドラマ1985年7月から1989年12月1990年代2000年代2010年代2020年代アベマニューズバラエティドラマありがとうございます